いつかはこう自分の一冊を作りたいっていうやっぱりそういう夢はあったのでいただいた時はやったって感じでしたけどね来たか今かみたいな <laughs> 今出しとくかみたいなそんな感じでしたなんかあれは不安みたいなのはそういう時にないですかえなんかどこまで脱ぐんだろうみたいなありましたね <laughs> あの写真集って普通のこう ね、いつもシュープレーとか出させてもらってるよりも結構こうもっと奥深いところっていうか、うん、そ,のその人物をすごく深掘りするっていうイメージがもともとあったので、うん、結構それってなんか露出も多くなったりとかあると思うそれをすぐよぎったので出したいけどこれどこまで脱ぐのかなって思ったのは実際ありました。うん、俺打ち合わせにに行った時にさ、はい レプロさんの会議室で打ち合わせしたときにさ、はいはい、最初の打ち合わせが写真集のね、うん、あのー、なんかお酒のさ当時やっぱりお酒の <laughs> しゅーちゃんはお酒でこう、はい、なんか知られるようになってお酒に絡めてあの本ね作りたいんですみたいなさ写真集もちょうど私がその時担当してたマネージャーさんが、うん、結構その過激な演出が おーっていう,そ,うそこですかみたいな案を出してくださる方だったのでその時言ってたのは、うん、こんな何でしたっけでっかいマグナムボトル日本酒のボトルを全裸で隠そうみたいな,<う>なんか大好きなお酒をそんな、うん、そんな扱いできないって思いました僕は思ってたんだ <laughs> でもさこうそういうふうにさなんかサイドボードっていうかさ書き始めた。ちちゃゃんんと真剣にに書いてましたよねそ,うでその時にしゅうちゃんは 何にも反発しないで普通さ <laughs> ええとかさそんなの嫌だって言うかと思ったら、はい、結構さなんか真剣にやっぱ写真集だしなんかそういう売りがあった方がいいですもんねぐらいの感じに思ったね俺はねのとってたすぎ無だ結構その企画会議では大胆な案がすごく出ていたの、ね、いたんですがあの本誌では一つも採用されてないのでご安心を。そうね <laughs> でもあの、うん、そういうなんだろうそういった過激さはないですけどまあ、ね、でもなんだろうまあ、ね、結構自分の中では、うん、最初で最後くらい、うん、なんか思い切った,思い切っただってこんな、うん、見えるかなこんな,なんかこれ普通に寝てたやつをお、うん、ちゃん的にはさオフ,オフの時間取られたみたいなやつ。<laughs> ね ちゃん的にはどれが一番恥ずかしいみたいなこのこの衣装あるんですけどうん、うん、この赤いワンピースの衣装が <laughs> 本当半分お尻見えてる衣装なんですけど、うん、これでこれブリスベンだったっけなここ。 の郊外だね。ですよね郊外の。オーストラリアのブリスベンの郊外をこの格好で。移動してた時は恥ずかしかったです、うん。<laughs> 確かに街中で撮ったもんね、これね。め <laughs> ちゃくちゃ街中だったじゃないですか。かね、行き交うその外国人の方々が。三度見ぐらいしてて。うん、結構外国の方って。タクシーな格好をするじゃないですか、れね、それです。でも、それよりも私タクシーな格好をしてたんで。恥ずかしかったです。うん、この表紙のシーンですね。うん、は。 すごいやっぱり撮影する時に一番緊張したっていうかなんか感覚的にもやっぱ分かったんですあこれメインになるなとか思ったしだからなんかちょっと変に緊張もしたっていうのはあるしあとなんかやっぱり一番肌の露出が多かったりペラペラのワンピースみたいな下着みたいなの1枚しか着てなかったのでこれをなんかこう全部。 ぬぐってなると、うん、もうほぼ裸みたいな感じじゃないですか。そうだね。だから,だからそれを完全な裸に見えるのはちょっとみたいな話をしたんでうん、うん、確か。そうですね。ね、そのもちろん脱ぎ感とかとしてはこうあれなんだけど、うん、そこで例えばもう本当に全裸になりましたみたいな風に見えるのはちょっとなとか、うんうん、なんかそういうので。 やっぱりしゅうちゃんなりの戸惑いっていうかここでここでちゃんとこういいかもしなくちゃなんないしあれなんだけどもみたいな時はあったよ、ね、<笑><笑>なるっせんですけな,なんかすごい今までこ,ここのシーンに行くまでに何日かあったんですけどすごい順調に楽しくこうイメージ通りにやってたんだけどここに来て一番大事なシーンでちょっと自分の中で確かにその葛藤が。 んでですよであの撮影してる時もすごいなんかうーんって思ってなんか大丈夫かなとかこれ考えてたのとちょっと違うかもって思いながら確かに撮ってた時間帯があったからそれをなんか編集する時にこう編集さんとかカメラマンさんがなんか見るの 変な表情多分たくさん写ってただろうから嫌だなって思ってました。うんだからありませんでした。なんかちょっと暗そうな顔してるやつありましたよね。よね。だから結構ここは結果さ、拍手にもなるう、はい、こういう顔、まあいい顔まで持ってくるまでに、うん、まあ、シュウちゃんがそういう気持ちになるまでに。だから時間がかかってるからあの枚数も多いよね。はい やっぱりここ時間かかりましたよね。時間かかったよね。あ、そうだ、思い出した。<laughs> 結果的にその戸惑ってたことは。はい。言いました。ちょっと、私、ここは。違うかもしれない。でも話しましたよね。と。話してました。だから、ほら、ムービーのさ、石ちゃんとかにも、ちょっとはけてもらって。あ、はい、そうだ。で、ここはこうだから。でね。そう,ねこういう。まあ。 こ,こまで撮ってる流れのこういうふうに撮ってるからここはこういうふうにやっぱりこうしたいみたいなんでしゅうちゃん的にもだからどこがまあもちろんさその撮る前にさいろんな話しててもお互いさ思ってることが多少実際ねになるとさ違ったりとかさいろいろあるからだからどこが違うと思ってるのかとかね俺はまあこういうふうに思っててとかさそういう話をしたよね。まあささ事前にさもちろん 話してるじゃんだってさっきの,あのマグナムボトルで隠すぐらいのことをもう話してるわけだから <laughs>、はい、今回なんか特にね、はい、ぶっちゃけさった話もね。はい、で,でまあそういう露出的なことってさやっぱり一番本人が負担になるところだから、はい、そこはさ一番こうなんとなくじゃなくてさここまでこういう感じで撮りたいっていうのは話してても話しててもやっぱりうん、うん、どうしてもあるんだよねそれはもうそれはあるから、はいね、だからそこを。 あんまりさでも撮影直前にここが一番例のところだからなんていうのもやぼな感じじゃんなんかこう、はい、それもさなんかそれなんかそれ目当てで撮りに来たみたいなさ <laughs> まあゼロじゃないけど<そ>でもなんかそういうふうになっちゃうじゃん <laughs> それもなんか変な感じだからそこはさすっとその前後のさ撮影の流れでさすっと入るんだけどでもやっぱりそこでさ やっぱりしゅーちゃんも葛藤あったんだと思うしちょっと,ょっと,ょっとのズレでもさやっぱりそこはさそこ,ここだなってお互い言わなくてもここだなって分かってるから余計にちょっとのズレが気になり始めてでもさそこがこう徐々にでもなんか納得してこう隠さないようになっていくのかどうなのかっていうのはこう撮りながらどうなるかなと思いながら撮っててでこれはこのまんま。 ちょっと一回話さないで押しててこのままの流れで取っても多分そこに目指してるところに行けないなと思って一回止めたんだと思うんだよね。あそうだったんですか、ね、そ,それで一回止めてそれはちょっと休んで裏話ですそ<う>初めて知りましたでちょっとしゅうちゃんともう一回話そうみたいなさここはこうだからみたいな。あの時その話さなかったら、うん、一生、うん 引きずった顔してと思います、ね、ここのシーンはそうだよ、ね、なんか多分違和感、うん、えやっぱええ、うん、のまま多分最初は多分撮ってたので、うん、覚えてる限り。うん、で多分熊谷さんが話しかけてくださってでなんかこうすり合わせていってで「私はこう思ってました」うん「え熊谷さんはこう思ってた」あ「あそうなんですねじゃあこうしていきましょうか」うん、みたいな感じでスタイリストさんも入れてメイクさんも入れて。 なんか四人で、なんかちょっと藤枝さんはいなかった。<laughs> いました。いましたっけ。<laughs> 藤枝さんいました。そこいなきゃまずいよね。<laughs> <laughs> あ、聞いてました。藤枝さんいないなって思ってたんだけど。<laughs> そうで四、ね、人で、こう、じゃあこうしようよ。うん、しゅうちゃん、じゃあこうしたいなら。こう。こうはとか。うん、あ、それなら私も。いいと思いますとか。熊谷さんも。 私がやりやりすいようにすごいなんかアシストしてくださって意見出してくださってそれでようやくストーンって落ちてそれでこんんだだけ笑ったんだと思います <laughs> でもそういうのがあるんだよね,ありますよねストーリーがやっぱりさそういうのがあってでもちゃんとちゃんと話せる人だから話したわけだしそこでさまあね例えばあの時はさそのスタッフで話せて。 シュージャンとね一緒にあれだったからよかったけど、うん、本当さあの最悪の場合っていうか、まあね、マネージャーさんとちょっと話が違うみたいにさ編集者がマネージャーさんと話してもなんかちょっとこれじゃあみたいなことになってで本人とマネージャーさんが話してもうなんかちょっと悪い雰囲気になっちゃうことってさ、まあ、ゼロではないわけ。 ちゃうと、やっぱり空気悪くなりますよね。それはまあ、しゅうちゃんの場合は、そういうふうに。<laughs> いや、あの、どの現場も。まあね。やっぱ、人間だし、思ってること、うん、まあ、言えない時もあるかもですけど、こうやって、なんか、信頼関係があるんだったら、直接話した方が。早いし、うんまあね、なんか、ことが大きくなるっていうか。そう、そう、そう、そうするとさ、さまあ、マネージャーさんが言ってね、それは、まあ、事前にさ編集者と。マネージャーさんで、こう、いろいろ詰めといてもらうのは、あれなんだけど、現場でそうなっちゃうと。うんうん、う女の子にとっては、多分さ、はい パワハラじゃないけど結局嫌なのに <laughs> そういう風にやらされたみたいになっちゃうじゃん多分そうなるそういう話になっちゃうとねだからこの時はちょっとそういうすれ違いがあってしゅ、うん、ーちゃんもさ悲しい顔になった時があったんだけど <laughs> そこをさ <laughs> すいませんいやいや全然すいませんとかじゃなくてでもそこをそうやって話せたからスタッフのあれでで話せたから良かったんだよねいやありがとうございます本当に でもまあ写真集っていうのはさそういう乗り越える瞬間とか、うん、そういうのもあったりするのが面白いしうん、うんね、この写真集の場合はあの瞬間にあったよねあの日のねそうですねあの瞬間にあったけど、うん、でもそこのブロックでの写真がこうやっぱ表紙にちゃんと使われたっていうのはそうだねすごく、うんまあ、これ可愛いもん、ね、私完成した時表紙候補ですって出た時に、うん、おっこの時のじゃんって思いました,たうん、すごい思い思ましたね、うんあ なんんか心配だったんですよあの時、うん、あのすごい笑ってなかったけど大丈夫かなみたいな、うん、まあその話したあのは楽しく撮影できたので、うん、でもちょっっと心配だっただその前が、うん、そ,のそこ大丈夫だったかな、うん、あのブロックって何,もう何十ブロックで撮ったじゃないですか、うん、いろんな場所で、うん、そのうちの一番こうもめてないけどもめたところが表紙になったから、うんうん、あ良よかったんだみたいな。 揉めたけど、その後、いいもの、一番いいものが取れてたんだって思って。うんうん、あ、じゃ、あ結果良かったなって、すごい思います、ね。この表紙見た時にそ、ね。そうだね。うん、地元の校長先生が、これの時、言ってるさ。<laughs> <う>学校の。ね。もう <laughs>、はい、いい夕日も出てさ、あれだったけど。江別。ね<え>。高校行きましたね。高校時代の卒業アルバム見せてもらったら。校長先生に。ね。やっぱり。必ず真ん中にね。 堂々と映ってって。<laughs> <laughs> そんなこと言ってました。もう、なんか。<laughs> <laughs> まあ、でも。そうですね。でも、ほら、校長先生にね。はい、高田は整形したから、なんて言われてたじゃ。じゃ、なんか、整形したって言われたんですよね。あれ顔変わってるよね整形したって言われた。た、ね してないしてない。歯は矯正したけど、そうやって整形に入ります。みたいな <laughs> 先生すごいよね、すごいこと言うなって感じだったよね。<laughs> か確かに顔は、やっぱ歯を。整形。するだけで、整形、矯正するだけで。<laughs> だいぶ顔って変わる。いや、でも、あの学生時代の写真も可愛かったよ。えー、もう。本当、うん、<然>それは可愛かったよね。整形はしてません。だけど。<laughs> 先生が整形疑惑を急に言うから、びっくりしたけど、ね。<laughs> 普通に切り込んできましたよね。俺、うん。あれ お母さん曰く、おじいちゃんには見せてないらしいです。あ、そうなの？おじいちゃん一緒に写真撮ったじゃん。ね、撮りましたよね。でもおじいちゃんにはなんかこれ見せてないらしいんですけど、でもあの他の家族は見てくれましたね。お父さんは見たと思いますけど、それこそメンズチームには話聞いてないです。あ、そうなんだ。お兄ちゃんもいるんですけど。 見たのかなって感じです。なんでもお母さんとかお姉ちゃんはあそう良、ん、かったね、すごいなんか綺麗に撮ってもらったね、みたいな感じでした。お父さんの意見聞きたかったね <laughs> <laughs> メンズチームの意見は聞いてないです。<laughs> まあこのね北海道の地元のお祭りで撮ったこのカットと、後半の方にオーストラリアの で撮った水着で撮ったカットほぼ同じような構図なんですけど角度とかねだけど表情がやっぱり地元で撮ってる時はもちろん仕事で行ってるんだけどすごくこう柔らかいリラックスした顔で確かにこっちもこっちはもちろんね楽しく過ごしてるんだけどギュッとこうやっぱり気合が入ってるっていうか。 プロっていう顔をしててこれがこの2枚のね対比が気に入ってますねああお知らせさせていただいてもちろん <laughs> これはしないとね。<laughs> この度ですね私プロデュースの日本酒を作ることになりまして秋花というお酒を作らせていただきました素晴らしい 瓶からラベル。あと精米歩合っていうお米をどれだけ磨くかっていうのがあるんですけど、そこも全部自分でこだわってどんなお酒にしたいかっていうのをすごく。何度も会議して重ねて出来上がったのが、この秋花ちゃんでございます。おすすめの飲み方はその冷やがいいのか、缶つ関した方がいいのか。これはあの？私はもう冷やで冷やで常温冷蔵庫で冷やして冷やしちゃった方がい、はい。もう全然冷やしていただいて。 秋の味覚の炊き込みご飯とか、サンマとか、そういう。いいね。ものに合わせて飲んだら絶品なので、いいね、プレゼントできるようにラベルも結構上品な感じで、こだわって作ったので。うんね、ぜひぜひ、飲んでみてください。じゃ、次回はそのボトルで体を隠す。ね、ちっちゃすぎますよ。もうちょっと、<laughs> もうちょっと大きいこと、ね。その写真中で、次 <laughs> 回、ね。 <laughs> 今度こそ次はこれで隠してやりますんで